天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。ダイエッターの味方、天才ピアニスト竹内です。はい、ダイエッターの中心は私だセンターオブダイエッターますみさんが、はい、今日もちゃんと水を間もなく2リットル、ちゃうで、これもう2リットル飲み切って、3本目2リットル飲み切って、さっきここぐらいまで追加で入れたんですよ。だからちょい足ししたんですね。 2.3 ぐらい飲んでます今日。はい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 、なるほど、まあ、今日ちょっとね、なんかあのイベント的に疲れる系というか、喉乾く系が多かったね、が多かったからちょっとガブ飲みしちゃって、うんうん、そうですよね、2リットル余裕できました。体重も減ってますよ。はい、本日は 74.7、はい、グラフがこう来ております。竹内先生がね、はい、グラフにつけてくれてるんです、うん、こっちにはグラフがあるんだから、おはよう 74.7、 はーい、テテテテテテそういうことや、ね、素晴らしい。ほんでね、あのうちのお父さんからね、今日朝 LINE が入りまして、はい、うん、あのますみちゃんも頑張ってんねやから、あなたも頑張りなさいっていうことで、うん、あの入浴に関する論文が送られてきまして、私がね、論文を出してくださいよじゃあとか言ってたじゃないですか。お風呂にね、うん、使ってエビデンスをよこせよって、うん、何が体にいいんだよって言ったら、本物の、うん、入浴が、あの週7回の入浴で、このまあ、ちょっとまだ全部は読んでないですけど、はい、その健康にもたらす影響みたいなのを竹内トップが探してん、多分、あ、文献をな、うん、お父さんが執筆してない、執筆してないよ、おトップ執筆したのか思った。いやいや、その退職したとはいえ、そんなに木工の間にな、そう、木工せなあかんねんから、うん、うちのお父さんは。そうですよ、それで見つけて論文送ってくれたんで、ちょっと一回目通しますわ。あの湯船はシャーってやったんよ、うんうん、でいつでも沸かせる思って、はいはい、あ、湯船シャーとしたんよ。シャーとしました、まあ、その風呂入、あのシャワー入ったついでにね、うんうん、でもあの無理です、ピッとこらせんかった、ね、まあでもちょっと論文読んでからにするわ。エビデンスをよこせよって感じやから。エビデンス、つまりは根拠、うん、なぜ必要なのか、うん、それをしたからって、うん、何が良くなるのかという理由、はい、うん、それはね、うん、やっぱ述べらんとな、絶対そうよ、うん、うん、そうなんですよ。だからね、は大丈夫なの、なんかこれさ、これ割と新しい、お乳でしたっけこれ、全然、うん、買ったん自体は結構前やねんけど、うん、なんか3回目ぐらいなんですけどね。こうくくったらね、キューティーハニーになれるっていうやつですよね。くくったらキューティーハニースタイルになるんで、X があるか、 X がある、うん、でもこの高い位置のキューティーハニーはいいと思うんだけど、ますみさんもなんかキューティーハニーみたいやからやらしいからやめとこわ。そうやね、なんか硬派な女性なんですよね、うん、なんか谷間のところの位置じゃないんですけどね、全然、うん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 、この首デコルテのあたりやねんけど、なんかこの小窓感が出ちゃうからね。そうそうそう、だからもう、ね、うん、V ネックみたいにして、はい、紐を垂らしてね。そう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 、うん、それでいいと思う。ただね、地獄なのはね、はい、これめっちゃショート丈なんですよ、このロンティーね、うんうんうん、地獄の小窓あれ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 、こっちにも小窓発生。そう、まあ別にちゃんとしたら見えへんねんけど、うん、私っていうのはさ、何でもたくり上げるでおなじみやんか、うん、はいはい、有名やね。そうそう、もうね、地獄の小窓が見えるっていう。ああ、いいじゃないですか。タクシー、タクシー、タクシー。うわ、え、それは少女時代やったか、からやったか。うわ、わからん。もうこんなんわからんかったもん、わかんねえ、ほんまな。私らもな、若いの。もうな、一緒に見えねんな。少女時代かな。何わからへんねん。ラララララララ、わからへんの。せやねん。ジー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 は、常識やもんな。少女時代でしょ。うん。え、そうなの、少女時代疲れてるからね、今日働いたからね。なんつがーよ、ほんま。え、どういうこと。少年時代、あ、少女時代の曲で、もういや、もうやない、これは。おやすみマン、これはほんまおやすみマンやね。このもう帰んの面倒よな、今、ね、全部の仕事終わったんですけど、ちょっとね、帰んの面倒し、食べんの面倒し、寝んのも面倒よ、もう。あかん、最近ちょっとね、立て続けに積み重なってる日が多いんですよ、一日。そうですよ、6本7本朝一出て夜遅くに帰ってきて、それがちょっと何日か続いて、うん、まだしばらく終わりそうにないっていうね。プラス3度くらいが1日、あ、1週間前っていう、うん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 、大波小波がやってきてます。大波小波がやってきてるんですけどね、うん、あのやっぱりね、この普通という概念にとらわれたらね、うん、本当に良くないなと思って、あ、つくづく思うんですよ。普通な、あ、特にまあ芸人なんかはさ、例えば普通な
こんな大丈夫なの？普通ラジオ中に悪病しないとかにとらわれたらあかんのよ。とらわれたらあかんねんから。とらわれたらよくない、うん、本当に。そう。そういうことじゃ。何が普通だって。うん。普通の人間はって何を基準に普通だと言ってる。誰が決めたんだ。私が今のは普通だったらあくびしてない方が悪いなあ。やばい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 。あばれん B が登場ですけど。はあ。はあ。話。いやそう普通普通、うん、普通こうするやろとかっていうのがあるじゃないですか。例えば芸人界の中でも、うん、まあ普通まあ例えばあのこんなスケジュールやったらラジオ毎日やらへんとか、うん、こんなスケジュールやったら単独毎月やらへんとか、うん、それは誰が決めたんだって話だけど、それに意外とこう周りの動き見てね、うん、であ、まあ、普通こんぐらいよなっていう感じになっちゃうじゃない、うん、なんかなんとなく、はい、でも芸人という仕事ってそうじゃないじゃないですか、うん、普通をこう超えていくことによっていくらでも差をつけられると言いますか。そうやな、ね、うん、それをやっぱりあの心がけてるわけですよ。私限界を決めてはいけない、うんうん、限界を決めてはいけないし、ただその別の普通で言ったら、うん、あの普通知ってることっていうのがあるじゃないですか。何？え、ワンピースとか、あ、ドラゴンボールとか、あのこの別の普通ね、この普通にはとらわれたらあかんねんけど、このみんなの普通、うん、なんかもう、うん、そやな、うん、これは人間として生きてる限り、はい、知らんかったらへんってことやんな。そう、まあ、トランスフォーム小田さんに言いました、へんってことやね。でな、うん、その壁に結構ぶち当たるじゃないですか。芸人ってあの例えばまああの並びでおった時に芸人さんがした例えに対して、うん、そのアニメを知らないとか、うん、その映画を見てないとか、だからイテウォンクラスとかは最初それで見たじゃないですか。せやねん、みんな見てるからもうさすがに例えとかで使われそうだ。コロナ禍明けてこれ知らんかったらほんまに浮くやろなって思って、はい、見たよな、はい、見た、遅かったけどね始めるのは。そうでもまあそうあの期間は休みが長かったから、うん、あの追いついたじゃないですか。でも「ビバン」とかも出遅れたし、めっちゃ遅れたな。サンクチュアリなんかは私まだ見てないんですよ。見ましたよね、見た、見ましたよね、とか、うん、それがもういっぱいあんねん。ほんでなおかつその女性ということによって、うん、まあ、この女性のせいではないんですけど、まあ、あの男が好きなものが、うん、を例えで言われること結構多いやん。多いで、あー分からへんとか、うん、例えば野球のことで言われたら私分かんないですよ、はいはいはい、まあ、ある程度分かるな、うん、私野球は分かる。 でサッカー分からへん、サッカー分からへん。でも野球も選手とか言われたらちょっとそうやな。でパチンコとかギャンブル系全般、パチンコ系馬で、うん、あとまあ麻雀好きな人とか、うん、あの将棋好きな人とか、はいはいはい、結構おるじゃないですか、はいはい、でそれの例えとか、うん、であのさっき言ったアニメ系ね、うん、ワンピース、ドラゴンボール、悠々白書、スラムダンク、もう こんなんな、うん、全部把握しとくべきやねん。把握した状態でここに降りたかったやん。だから把握してたらほんま世界広がるやろなと思うし、絶対そうやん。アメトークとか出ててそこで跳ねてる人らは全員その知識あるもんな、うん、正直なんであんな売れててあんな呼んでんねやって思うけど、その、まあ、でも子供の頃やな、子供の頃にやっぱりおじゃる丸のことやったらね分かるんですけどね、うん、忍たま乱太郎とかも分かるんですけどね、なんかそうやね、子供の頃に見逃し続けてるやん、うん、このみんなが見てきたもの、うん、でもだからこそ今の自分の感性があるんですけども、うん、とも思うじゃないですか。 そうその時間に他のことやってたから今の自分じゃないですか。やってなかった可能性もある、やってなかった。その間私あの洗剤で、うん、洗剤に水とかして、うん、シャボン玉してた。いいやん、私も洗濯のりにあれ混ぜてあのスライム作ってたね。わ、これちょっと一個上やん。どこがやねん。一緒やろ。え、お家の中で混ぜて遊んどんねんから一緒やろ。なんか理科のレベルが上。それは両親がね、理科レベルが。いや、まあでもそういうそれがね、うん、なんかでも結局正直突き破って遊んどった、うん、それはしてないけど、いいな、憧れてたけど、そうそう、ちょっと指を添えて弾力を確かめたことだけある。うそやん、障子張り替えるからもう好きなようにし言うて、あ、それ羨ましいな。いや、それがあるから今の明るい増美さんがおるわけでしょ、ここにね、あの小窓を設けて障子を張るもよし、うん、ね、そうなんですよ。だから難しいけど、でも結局芸人で、うん、あのまあこう2人でおったらいいさ、2人とも知識偏ってるからさ、うん、はい、あれやけど、みんなで何かしようってなった時に確実にその一歩で遅れるのかな。確かにな、そこは切実なんですよね。
そうやな、うん、ほんまに大喜利とかなってきたりトークコーナーとかなった時にそれで盛り上がられても、うん、マジで分からへんもんな。でも知らんこっちが悪いレベルで、そう有名な話やから、そうこっちが知らんくても知らなかったら、うん、なんやそれとか、うん、で別にええと思うんですけど、最新すぎるやつとかな。そう、うん、でも最新でもね、その最新を追いかけつつ私らはワンピースとか無理やん、ね、なあのいっぱい残ってるわけですよ、うん、ね、見なあかんやつ、もうその名作というだけでさ、もう絶対一生読み切られへんやんか。なんでどうしよう、長いのほんで人気のやつって超大作多いよな。スッと切り上げんとな。ワンピースもそうやし、うんうんうん、スラムダンクなんかも余裕で長いやろ。スラムダンクはでもまだマシなんかな。まだマシなん、ちょっとだけ、うん、ほんまのこと言ったらこち亀とかも見てないで私。あ、そうだよ、うん、こち亀の時間何しとったん。結構ご飯抜きじゃなかった、すき焼きとかしてた。え、すき焼きにめっぽう集中してたいいと思うよ、それがあったからあなたが生まれてんねんな。そうやねん。まあまあこち亀もあれで見れますけどね。見ませんか、ネットフリックス。ネットフリックスか、あネットフリックスやったと思うんですけど。せやな、アマプラカで。だからほんまにさ、私名作と言われる映画とかも見てなかったんよ。はい、ジブリもね。まあジブリも全然見てないんですけど、おろそかにしてますし。だからさすがにあの、うん、グリーンマイルとか、はい、ショーシャンク、はい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 、とかそういう系は、はい、ほんまに最近アルマゲドンとか見てない。まだ、いやもうほんま、でもそれだけでも結構キリないね。そうやろ、うん。ほんで2時間グッとってなかなかもう寝てまうし、こっちもこれは課題山積みですよ。時間足りへんよ、時間足りへん。でも最悪マスミちゃんは、うん、その何それで、うん、そっからおもろくできると思うんだけど、はいはいはい、私とかが例えばコーナーでさ、例えば仕切っとって、うん、誰かがボケてあるけどとかってやばいやんそれ、いや知らんやろってなるもんな。素直お前とかになるやん、うんうん、だからちょっとっていうのは分担してやりませんか。そうやね、うん、ちょっとベタを知っていくという、うん、普通をにとらわれたらあかんけど普通のことは知っていかなあかんという、とてもいいお話でした。おやすみ。チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？